ーターの斉藤康吉です。今日は風の谷村長ナウシカさんのお宅にお邪魔しております。あ、どうも。本当によく来てくださいました。はじめまして、インタビュアーの斉藤です。いい男じゃないか。ちょっと顔見せておくれよ。え、そうですか。あら、やっぱりいい男じゃない。そんなことないですよ。あ、さて本日はナウシカさんのプライベートに迫るというテーマなんですが、ぜひ見ていただきたいものがあるんです。私の秘密の部屋。え、秘密の部屋ですか。おいで。お邪魔します。わ、あれ、ケツ掘りブランコ。いいんですか、こんなすごい部屋見せちゃって。みんなには内緒、怖がるといけないから。いや、こんな部屋自分だってちょっと怖いくらいですよ。ほら、怖くない。あ、なんですか、ナウシカさん、そんな胸触らせたりして。ほらね、怖くない。そんなことされると変な気になっちゃいますよ。1年半ぶりですもの、父が喜びます。いいんですか、触っちゃいますよ。父が、すごい。今度はもっと下の方を触っちゃっていいですか。いいえ、父はまだまだだって。そんなこと言って、本当は別のところ触ってほしいんですよね。どこ触ってほしいんですか。あそこ、ほら、また大胆ですね、ナウシカさん。何ですか、その格好。犬よ、見ればわかるでしょ。わかりましたよ。じゃあこの体勢で来い。早くなさい。入れちゃいますよ、それ。いい音。あー、気持ちいい。もう我慢できませんよ。動いちゃダメ、体液が出ちゃう。ミントだから動かないで。こういう時はエスムラルダの顔を思い出して。よし、まだ大丈夫です。行かせて。もういいんですね。じゃあ、行きますよ。4、10。うわ、すごかった。こんなにたくさん大変だったろうに。ってたんで。それにしてもナウシカさんがこんな方だったなんて驚きですよ。私じゃないわ、犬がやったことよ。分かってますよ。あー、でももう時間ですね。インタビュー全然できなかったな。ごめんね、許せなんて言えないよね。ひどすぎるよね。あまり仕方ありませんよ。じゃあまたよろしくお願いしますね。よかった。